皆様こんにちは。本日はヨーロッパハウスにようこそお越しくださいました。こんなにたくさんの方が来てくださって嬉しく思います。金曜日の夜、そして春の第1日目の夜にお越しくださいましてありがとうございました。この欧州文化首都、これが本日のトピックですが、毎年欧州文化首都として選ばれますが、コスチエとマルセイユが2013年では選ばれました。これはヨーロッパの文化の多様性と豊かさを体現したものであると思います。1985年に始まったこの制度はとても注目度が高い文化イベントとして、ヨーロッパではとてもプレステージの高いものであります。今まだストックホルム、ジェノア、アテネ、グラスゴー、クラコー、ポルトといった今まで40以上の都市が欧州文化首都に選ばれてまいりました。どの都市が選ばれるのかということに関してですが、現状がどうかということだけではなく、どういった街になりうるか、また1年間どういった催し物ができるかということで決まってまいります。そしてこれについてより詳細はウルリッチ・フックマルセイユ・プロヴァンス2013年の事務次長の方からより詳細がお話があるはずでございます。いろいろな団体やそれから個人の皆様にご支援をいただいております。今回のこのイベントが成功裏に開催できましたのも、フランス大使館、スロバキア大使館、ラトビア大使館、そしてスウェーデン大使館が共催してくださったからに他なりません。たくさんの友人、お仲間が今日は参加してくださっています。そしてラトビアとそれからスロバキアの大使館の方からは、今回のネットワーキングの飲み物とおつまみの方をご用意いただきました。特にありがとうございます。また EU ジャパンフェスト日本委員会におかれましても素晴らしいご協賛をいただいております。皆様も小木さんに関してはよくご承知のことと思いますが、彼の情熱とそれから頑張りがあって私たちもやる気が湧いているところでございます。そしてまた今回こういったことをやるのは初めてのことでございますが、今後ともこういったことを続けていければと考えております。それから最後になりましたが、日本の皆様にお知らせがございます。 EU、欧州日本代表部、中日代表部の EU マグというオンラインのマガジンがございます。こちらにおいては2013年のコスチェが特集記事として組まれており、また4月号においてはマルセイユが特集が組まれることになります。2014年には重要メアなど、ウメアなどが都市として選ばれておりますので、こういった特集記事も後に組まれていることになっております。またプリントアウトもお持ち帰りいただく分数枚用意させていただきました。ここで長々とお話をさせていただくのは遠慮させていただきまして、早速より私なんかよりも詳しくご存知の方々にお話をしていただきたいと思います。また皆様にはヨーロッパハウスでお会いできればと思っております。ありがとうございました。 Good evening. 皆様こんばんは。ご来賓の皆様、友人の皆様、そして英国のファミリーの皆様、こんばんは。今日は非常に嬉しく思っています。今日7つの欧州文化首都の方々がこの東京にいらっしゃっています。一つシビルの方々はこちらはいらっしゃっておりません。シビルでは今レドスカンタという国立劇場が今東京の方に来ておりまして、クリアさんという俳優の方がいらっしゃいます。そして2007年の欧州文化首都のでこの活躍されましたけれども、それ以来私どもの方では活動はサポートしておりません。そして東京都
が直接そういった中でこのシビウに連絡をし、そしてロスタンカというこの国立劇場と協力をし、そして今週東京での公演をしておられるところです。しかしながら6つのエコックの方々、つまり欧州文化使徒の方々が今日はこちらにお集まりくださっております。私どもはこの欧州の文化使徒とは93年以来協力をしております。ということで、そういった中で今回実はこの中日この代表日において初めてこのような欧州文化使徒に関してのイベントを持つことを非常に嬉しく思っておりますし、そしてまた柴井大使、以前2003年にオーストリアの駐日大使をいらっしゃいました。その時のグラッツが欧州文化使徒でありましたけれども、非常に多くのサポートをいただきました。そしてまた今現在もこのグラッツに関しては日本の芸術の関連で非常に多くのサポートをいただいております。そしてまた非常に素晴らしい機会だと思っています。つまり多くの日本のアーティストのグループ、そしてまた自治体が今日のこの機会を通じて直接欧州文化使徒の方々とつなげて持つことができる、これは非常に重要なことだと思います。やはり直接的なつながりを持って話すことができるということ、これによって将来随分と変わってくると思います。そういった意味でも今日は非常に嬉しく思っております。もちろん私どもとしてもこれから努力をして引き続きこういった文化的な交流を欧州と、そして特に欧州文化使徒と日本の間で図っていきたいと思います。しかしながら多くの方がもうお気づきの通り、欧州文化使徒というのは1985年に EU の計画として始まったものであります。そしてこの欧州文化使徒というのはただ単に欧州域内のものではなく、これはグローバルなプロジェクトへとすでに発展してまいりました。これを今日はもう一つのメッセージとしてお伝えしておきたいと思います。93年以来20年間私どもはすでに32の市と協力をし、そして26カ国の方々と協力をしてまいりました。アントワープ93年から始まりまして、昨年の場合にはポルトガルのギマランエスと、そしてスロベニアのマリボルまで協力をしてまいりました。ということでこちらの数字ですけれども、これはアーティストあるいは若い方々で欧州文化使徒に行って、そこで仕事をされ、作業をされ、また逆に日本にいらした方々の数になります。ということでこれはまさにグローバルなプロジェクトであるということを、この数字からも推し量っていただけると思います。昨年第20回 EU ジャパンフェストがこのギマランエス、そしてまたマリボルで行われました。そして700ぐらいのプログラムを今までのこの欧州文化使徒でも700やってまいりましたし、そしてまた日本においても500のプログラムをやってまいりました。この日本のイベントに関しましても欧州文化使徒からの影響を受けて行ったイベントであります。また昨年ですが、私どものサポーターとして71社に上る企業にサポートしていただいております。まず25社委員会のメンバーとして入ってくださっておられる会社、そしてまた46社に協賛をしていただいております。こういった企業の方々に対して感謝を申し上げたいと思います。非常に寛大なるご支援をいただき、また河村委員長、日立の会長も務めておられますが、特に力強いリーダーシップを発揮していただいていることに対して感謝を申し上げます。そして今日は第21回
2013年の首都ということで、マルセイユとそしてコスセのプレゼンテーション、そして2014年はリガとウメオですが、このプレゼンテーションを今日は聞いていただくことになります。そのプレゼンテーションに加えまして、今日はウメオの市長にも来ていただいております。後ほど市長の方からお話をいただくことになっております。マリー・ルイーズ・ロンマーク市長です。ご存知の通り、すでに欧州文化首都は決定されております。2015年に関してはモンスとプルゼニです。そして2016年がサンセバスチャン、そしてブルツワフ、そしてまたキプロスとオーフスが2017年です。そして2018年のマルタはすでに決まっておりますけれども、しかしながらオランダに関してはまだ9月ですね、9月に決まるということであります。はい、具体的な年名は9月に決まります。ということで、このイベントを通じて直接皆様が欧州文化省の方々とつながる機会になることを願っております。どうもありがとうございました。皆様こんばんは。関心を寄せていただきありがとうございます。それから温かくお迎えくださいましてありがとうございました。ヨーロッパハウスに来ることができ嬉しく思います。私たちは7つの欧州文化首都がこのように東京にやってまいりました。おかげさまでとてもアットホームに感じております。というのもヨーロッパハウスというのは、私たちがプロジェクトをやっているその職場であるからです。毎日このアットホームに仕事ができるということ、これはEU がノーベル賞を受賞なさいましたこと、昨年の受賞についてお祝い申し上げたいと思います。私この欧州文化都市、今日来ている人々、それからまた来ていない首都の皆さんに関しても代表してお話をしたいと思います。これとても素晴らしいプロジェクトだと思います。 EU ジャパンフェストが協力をし、この欧州文化首都について30年以上協力をしているというのは素晴らしいことだと思いますし、非常に重要な柱の一本となりました。もちろん国際レベルで欧州域外の国々とも協力をしているわけですが、 EU ジャパンフェストは欧州域外で継続的にこの欧州文化首都のプロジェクトを進めている唯一の協力体となっております。ですので今日お越しの皆様、お越しじゃない方々に対しても EU ジャパンフェストの皆様、特に小木様におかれましては、現在だけではなく過去のこの欧州文化首都プロジェクトにもいろいろなご協力ご指導をいただきました、御礼を申し上げたいと思います。小木様、そしてまたその小木様のお仲間の皆様に拍手を送りたいと思います。コリンス講師もおっしゃっていましたが、この欧州文化首都というのは85年に始まりました。で、この決定に関してはフランスの文化省ジャック・ロング大臣とギリシャの文化大臣が、83年にメル・クーリ大臣ですけれども、83年に決定を下しました。これは市場とお金以外のものがヨーロッパなんだということを主張した。お金とマーケットだけではなく、ヨーロッパの文化、その多様性を世界に見せていこう、そしてまた EU のこの多様性に基づいて投資されているということを見せていく上でも欧州文化首都のプロジェクトが始まりました。いろいろな欧州の首都にはそれなりの違いがあります。2014年ではまた全く違うプロジェクト、リガなどに対して行われることになるでしょう。またマルセイユにおいては他の
プロジェクトをすることになります。コシチェとマルセイユのそれも異なるものだと思います。いずれにしてもこのエコックのプロジェクトは欧州の多様性を皆さんにご覧いただき、また欧州の都市が全く違うというものについて知っていただくためのものです。ダブリンの朝とマルセイユの朝とアテネの朝は全く違うものです。こういった多様性というものこそこのプログラムのコアエッセンスであると思います。過去30年以上にわたり欧州文化首都が全て成功を収めてまいりました。これはまあ成功を収めましたが、その成功の度合いにはもちろんばらつきがあります。なぜでしょうか。というのもこのプロジェクトは必ずやリスク要素がつきまとうからです。というのも将来に向けて投資をするというアントレプレナーの精神にはリスクがつきまといます。このプロセス、欧州文化首都がその開催される5年前に決められていくというのは、そのリードタイムをもって各首都が準備できるようにプログラムのみならず、まあ文化プログラムのみならず首都がさまざまな人々をお迎えする準備をするための5年間の時間猶予が与えられています。この文化観光、文化ツーリズムというのは長期プロジェクトです。西洋諸国が再開発であるとか新しい文化施設を作ったりとか、またツーリズムのまたおもてなし、ホスピタリティの品質を高めたり、またその都市の良いところを見ていただくということでいろいろな取り組みをします。一方町の弱みの改善などにも取り組みます。いろいろな昨年来の欧州文化首都のリストをご覧になっても分かるように、多くの首都がノミネートを受けたのもまだ知られていない状態でノミネートされた都市がたくさんあります。私リンツというオーストリアのこの国、首都について欧州文化首都のプロジェクトに関わっていましたが、リンツというのは、ウィーンの南にあり、ザルツブルクなどに比べますと有名度が落ちます。ということでこのプロジェクトは何かの賞を取るというようなプロジェクトではなく、自分たちの都市を作るブランド構築のプロジェクトに他なりません。この投資を行い、そしてまたプログラムを開発し、それの資金を国、国民、そしてまた地域、市民などがその資金を出し、また EU からも少額の助成金が出ます。このプロジェクトのポテンシャルはおよそ大きなものです。そしてまた非常に成功裏にこれを主催した欧州文化首都においては、フランスのリールなどはとても大きな成功を収めましたが、2013年にはマルセイユがこのリールを上回る凌駕するのではないかと思います。2004年のタイトルによりこの10年分の大きな進歩が遂げられたとリールは言っています。10年以上続くパートナーシップの構築にもつながったということです。ただ言ったようにリスク要因もつきまといます。10年以上これをやっていますが、この欧州文化首都のリスクの中でも顕著なものとしては、多くの人々がこの都市のステークホルダーがこのポテンシャルを過小評価したり、もしくはそのチャンスの大きさを見逃してしまうところがある。つまり賞を受けただけで組織に丸投げしてしまい、何らかのプロジェクトやフェスティバルをやるようにということでやってしまうというのが失敗例としてはリスクとしてあります。すべての都市が参加し、政治的、経済的、そしてまた文化的な役割を果たしていく必要があります。きちんと責任を
果たしてプログラムのコンテンツを作っていくのが必要だと思います。リールの場合ですでもパートナー、その地域内外のパートナーと構築されました。それに加えてその都市の文化をきちんと見せていかなければいけません。ですのでこの都市の文化を促進する促進剤の役割を果たすのがこの欧州文化首都の制度であります。私これに関わって長年経ちますが、その重要性、ポテンシャルとリスクというその双方を強調しておきたいと思います。これから具体的なプログラムについてお聞きいただきます。ただ、このストーリーは2018年で終わるのではなく、その先もずっと続いてまいります。2019人がイタリアとブルガリアだということも決まっておりますし、欧州議会は2020年以降のことも決めていきます。2035年まで決めていくつもりであるそうです。今日若い方もおいででいらっしゃいますが、そういった方々も2035年の会などには参加していただけるのではないでしょうか。私は生きているかどうか分かりませんが、ありがとうございました。ご来賓の皆様、そしてご参加の皆様、今日はこのような形で皆様にお話できますことを非常に光栄に思っております。マリボル2012というチームでございますけれども、でまずナターシャも来ておりますけれども、私のプロジェクトをご紹介したいと思います。非常に素晴らしい経験をさせていただきました。そしてそれと同時に本当に最後の最後までリスクもつきまとっていました。ということで、どの都市であってもやはり同じような問題があります。つまり同じような困難に直面します。ただそれと同時に、それぞれの都市がそれぞれの形でこの問題に対して解決案というものを見出していきます。このマリボロというのは非常に小さな国の小さな都市でありますので、私たちなりの解決案を見出してきました。ということで、私どもの方からはまずこの欧州文化首都に関して私どもの印象をお話ししたいと思います。2012年、まずライト、光から始まりました。12月には、次にマルセイユ、コシツエにこのバトンを引き継ぎました。このマリボルですけれども、これはスロベニアの都市であります。おそらくマリボルに関してはあまりご存じないかもしれませんけれども、ただ、今年はスキーヤーで、優勝者がこちらのマリボル出身で出ました。さて、私たちはデジタルラボですとか、それからターミナル12、ライフタッチ、このようなビジュアルアーツに関して、あるいは演劇に関してのプログラムを行いました。それから私どもいろいろな社会のいろいろな分野の方々に来ていただこうということで、例えばアーバンファローというのは都市部でのガーデニングをしました。そしてタウンキーというものもやりました。ただ私たちはこの新しい生活というもの、あるいはその新しい息吹をこの市、そしてまた市民に対して、吹き込んでいきたいと考えました。このタウンキーというのは自分たちの町に対して誇りが持てるようにということで、
もっとその死との距離を近く感じられるようにしました。そしてまたいろいろな方々に関心を持っていただきたい、そして大半だけではなく少数派の方々にも来ていただきたいということで、それからいろいろなところでいろいろな演劇もしました。また会場に関しても例えば工業ホールですとか、あるいは道であったりいろいろなところを選びました。そしてまた非常に重要なこのプログラム、そしてまた文化大使館としてデジタルラボなども行いました。そしてまた非常に重要な協力を、また教育あるいは研究、例えば大学機関などとも行いました。ではいくつか数字を見ていきたいと思いますけれども、400以上のプロジェクトを行いました。マリボロ、そしてまたパートナーの街で行いました。そしてまた5900のイベントを300以上のプロデューサーと行いました。例えば NGO やシアターや学校であったり、いろいろな方々に関わってくださいいただきました。いろいろな方々と協力をしたい、いろいろなレベルで協力をしていきたい、つまりアートだけではなくてリサーチ、研究、あるいは教育というレベルでの協力をしたいということで、ではどういうふうにしてこのクリエイティビティというものを見出していくのか考えていきました。そして結果でありますけれども、 90% 以上の国民がこのエコクのプロジェクトを認知することになりました。多くの方が参加してくださいました。そしてまたスロベニアの他の都市の方々、スロベニアではマリボロというのは第2位の地位なんですけれども、あまりよく来ない人方も来てくださいました。そしてまた小さな都市というのは非常に大きなチャンスを持っています。つまりこれは非常に素晴らしい観光のチャンスになります。例えば2011年に比べてこの 263% も実際にこの観光客が上がった。そしてまた多くの方々が来てくださったことによって大きな経済効果もありました。もちろんこの小さな都市が急に認知度を上げていたわけです。そして世界中で認知度を上げていたということだと思います。欧州域内だけではなくて、まさに世界各地から文化プロジェクトというもので関心を寄せていただきました。そしてマリブロ、そしてまたスロベニアの市民が非常に熱心にこのプログラムに、あるいはその日本のアートに関しても関心を持つようになりました。これは非常にいいことだと思っています。私どもは多くのプログラムを子どもに対して、そしてまた学校向けに用意していきました。こういった形でやはりいろいろな文化に触れていくということが非常に重要だと思っています。非常に大きな人形劇の劇場がマリボルにはありますので、こういったいろいろな種類のアーティストの方々を放送することができました。特に秋ですが、マリボル、そしてまた欧州文化首都は非常ににぎわいまして、日本からもいろいろな方々に来ていただきました。それからこのプロジェクトはみんなにとってのプロジェクトなんだということを強調したかったんです。ということでボランティアの方々にも入っていただきました。そしていろいろなレベルにおいてクリエイティビティを発揮していただきました。またこのプロジェクトは市民が誇りを持ってこの自分たちの都市をアピールする、そしてまた国をアピールする機会だということが思えるようにしていきました。そしてこの遺産でありますけれども、この欧州文化首都というのはブランドとして非常に重要だと思いますし、このブランドはこのまま残っていくと思います。なぜかというと、やはり協力を始めたわけですから、この協力関係はこれからも続いていきます。そしてアーティストの方々と協力を始めていきました。そしてそういった方々はそれぞれお国に帰られるかもしれませんけれども、その協力関係は続いていくでしょうし、学校やあるいはアーティスト、また劇場との協力というものもあり、これからも続いていくでしょう。ですからいかにクリエイティビティというものを導入していくのかというのが非常に重要です。マリブロというのはどちらかというと高齢化が進んでいる都市でもあります。ですので若い方たちがこの都市から離れないようにするということも一つの目的でありました。
そしてまたもちろんこの街の中でクリエイティビティとそして連帯感というものを発見してもらい、そしていろいろな機関の中での対話を作ってもらう、そういった意味ではこの EU ジャパンフェストというものが非常に大きな役割を果たしてくださいました。そして川村会長もマリーボルネも来ていただきまして、私ども首相に会っていただきました。こういった形でまさに経済協力、そしてまた政治的な協力という意味でも新しいドアを開くことができたと思います。そしてこれからもこの協力というのは続いていくと思います。皆さん本当にありがとうございます。特に EU ジャパンフェスの皆様、私どもに力を貸していただき、そしてこの欧州文化首都間での連帯感を強める上でのお力添えをいただきましてありがとうございます。そしてこのように本当に素晴らしい機会をいただいたことに対して感謝を申し上げます。ありがとうございました。皆様こんばんは。カルロスと申します。ギマランスインスから参りました。カルロス・マーティンと申します。私たちまだ頑張ってこの、欧州文化首都の枠組みの下で準備を進めております。まず最初に申し上げます。まずはお礼を申し上げたく思います。ヨーロッパハウスにおかれましてお招きありがとうございました。 EU ジャパンフェストにお招きをいただき、このように皆様方にお話をさせていただき、でこのエネルギーパッションをお伝えさせていただきますことは大変嬉しいことでございます。このタイトルを取るというのはいろいろな取り組みが必要で、長きにわたる努力が必要です。いろいろやらなければいけないわけですが、このようにしてタイトルを得ますと新しいファミリーの一員になることになります。そういう意味で単に官僚的なもしくは政治的なプロジェクトではなく、心のつながりのある情熱を分かち合うようなプロジェクトであると考えております。でまず一つ目のファミリーとしてはエコックファミリー、欧州文化首都のファミリーで、今まで40都市がすでにこのタイトルを取り、またさらに多くの首都がそれに名乗り出ています。二つ目のファミリーとしては EU ジャパンのファミリーです。これはネットワークを超えてもはやファミリーになっていると思いますし、そのファミリーの一員になれたことはギマラインスにとって大変嬉しいことです。私たちは7つの都市がこのタイトルを東京の皆様にこのようにご説明させていただいているわけですが、初めてブリュッセルに行ってこの欧州文化首都になりたいと候補に立ったとき、私たちの町の名前をきちんと発音できるような審査員は一人もいませんでした。ギマラインスという名前なんですが、ギマライン州と言われてしまいました。まあ、首都ではございません。もうポルトガルの古都ではありますし、またポルトガル発祥の地と言われておりますし、初めての王が生まれた場所でもあり、初めての都市戦いが行われたところでもありますが、首都はリスボンです。第2第3第4第5の大都市でもありませんが、象徴的な価値は大変高い町です。で場所ですがこちらです。ポルトガルの北部でスペインのとても近く、そして、大西洋に非常に近いところでございます。非常に離れております。5万人の町です。で、1万6000ほどある市町村のうちの一つですので、とても小さな町です。この歴史的な価値に加え、どういった大切さがあるかといいますと、ユネスコの世界遺産であります。そして中世の町並みがあり、このお城はいまだに私たちの町のシンボルです。この戦いを経て
1128年にスペインから独立を勝ち取りました。まあ、これが私たちの日々の暮らしのインスピレーションとして機能しています。今日では非常にアントレプレナー精神の強い街となりました。テキスタイル業界は、服地などを輸出しておりますし、また大学、特に工学や建築などに優れた大学の本拠地でもあります。そして経済的な課題、もちろん40年50年にわたり富の創出、また産業雇用が増えてまいりましたが、2004年5年あたりぐらいでしょうか、雇用が減ってまいりました。今日人口の 16% が失業中であり、4割近くの若者層が失業しています。ですので今回欧州文化首都のタイトルを得たことは、私たちの現状を祝うためではなく、将来に向けて新たな道を歩む、そしてクリエイティビティを発揮し街を再生させるという意味での大きな足がかりとなりそうです。大きなチャレンジでもあり、大きな責任を伴う取り組みでもあります。これは1年間にわたって行われるわけですから、イベントの運営だけでも非常に複雑であります。ただこの1年が終わった後でもさらに続いていく取り組みであります。でこの1年だけではなく、10年後でもその成果が残っているような形ではなければなりません。ですので私たちはギマラインス2020ということを柱に取り組みをし、将来に向けての種まきであると考えています。このブランド構築のプロジェクトはギマラインスにとってもとても難しいプロジェクトであります。そもそも発音することができる人が非常に少ない町でありました。私たちのブラジルの主要紙の一つがギマラインスをポルトガルのパールである、真珠であると言ってくださっていますし、ニューヨークタイムズもツーリズムの行き先としてはトップ40にランクされると言われており、ロンリープラネット、フィナンシャルタイムズなどでも私たちのことを取り上げてくださいました。それからまた1万2000ほどの海外の記事が私たちの街について書かれました。私たちこの5万人ほどの小さな町にとって国際認知を得ることは非常に重要なことでありますし、またこれによって私たちの帰属意識がさらに強まるものと思います。このタイトルを取るということは、他の都市と同じような真似事をしていたのはダメで、どうやったら自分たちの都市のために役立てられるかということだけではなく、他の都市にも模範としてなる方法は何かということを考えていかねばならないということから、私たちはそういった戦略枠組みを組み、投資を行い、3つの分野で取り組みを行っています。まずは、若者文化、そしてクリエイティビティで文化リテラシー、もしくはツーリズムのビジビリティを高めるだけでなく、社会的な面からもその強化を図っていく。新しいイノベーションのプロセスを同定していくためには、新しい能力を発揮していく必要があります。どのようにしてそれを解決につなげるか、まず消費するやり方だけではなく、物事の進め方でクリエイティビティを発揮していくということです。それで2つ目が産業です。今日新しいプラットフォームがあります。グローバルに、そして国際的なプラットフォームで、世界各地同じプラットフォーム、同じ知識、オープンソースのナレッジなどを活用していくことが可能となってまいりました。ということを考えますと、このプロセスを使って私たちだって世界でグローバルに連携をしていくことが可能なはずです。それからもう一つ物理的な側面、
いつまでも中世の町、美しいお城の町というところにとどまるつもりはありません。新しい出会いの町として、そして新しい空間として共同が起きる場になりたいと考えています。物理的なものに関しての投資としては、新しい建物を建てるということではなく、今廃屋となっているものの再生などに軸足を置いています。先ほども申し上げましたが、ギマラインスを文化を消費するだけの町ではなく、文化を資産として町を再生させ、暮らしやすい、働きやすい、そして学びやすい町にしていきたいと考えています。プログラムに関してですが、アートチームに対してはどのようにしたらこの町の、そして市民の可能性を最大化できるかを考えてもらっています。それを根底にエキシビションなどを組み、人々にインスピレーションを与えるようにしていきたいと考えています。人々の心を開き、新しい可能性に向けても、そのコミュニティのみならず都市全体に新しい機会を開いていけるようにということで戦略を組んでいます。どうやるかということですが、付加価値のあるものを作っていくということ、そしてまた、共同を知っていくということ、文化とクリエイティビティがイノベーションに不可欠であるということを認識をしていくということ、そして文化とクリエイティビティで都市問題を解決していくということ、そしてまた知識を作り出し、それを発信し、他の都市とそれを生かしていく、新しいインフラへの投資も始めました。これは新しいコンテンポラリーミュージアムです。これはビジネスのインキュベーターとしての機能も持っていますし、ランドスケープ、エコロジーですとか生物学、もしくはサステナビリティなどの研究の場、また人々を一堂に会し、集団的な記憶を作っていく場、人々、自分たちの頭の中に記憶があるわけですが、それらを使ってイマジネーションを働かせ、クリエイティビティを発揮するはずです。ですので、このローカルなメモリーをよりクリエイティブに使っていけるようにということで場を提供しています。それから官民共同のアプローチをミックスした形でやっていきたいと思います。それからこの市民権、市民のシチズンシップが重要であると思っています。これはボランティアを行うということだけではなく、市民のエンパワーメントという点においてとても大切です。このナラティブの中心にあるのはアーティストです。またやり方としてはコミュニケーションです。これが私たちのモデルであります。イベントのコンテンツを発信し来てくださいというのではなく、情緒に訴えることによってその参画を促そうとしています。これが私たちのモデルです。ということで、コミュニケーションにとどまらずコンテンツを重視しています。これがロゴです。エコックでこれを使うときに、まあこれよくやるやり方ではないんですが、スローガンを、もしくはデザインを変えてもらってもいい、また自由に使っていただける、企業だろうが個人だろうが少し改変をしたり色を変えたりして使っていただける、まあ基本的なところさえ残していただければ、それぞれのアイデア次第でアレンジして無料で自由に使っていただけることになっています。これによって私たちの街のイマジネーションを感じていただければと思いますし、
まず最初のキャンペーンをご覧いただきたいと思います。どうやってこれを使っていただくかということで、2011年の12月にやったものです。でこれで反応が非常によく、自分たちのロゴをいろんな風に作ってくださいました。一般のお家だとか学校やお店のウィンドウなどに飾られて、3000種類以上のこういったオリジナルのものが作られました。それを見せることによって、自分たちもその一員であるということを見せていくことができるし、感じていただくことができる。またクリエイティビティもそのようにして発揮していただける。でそのプラットフォームを相手側に渡してしまって、自由にやってもらっています。こちらはケーキですね。そして人気のお店など、まあ、これはお家の後ろでしょうか。でこのようなやり方、やる場を与えると、市民も参加してくれたくなります。日本もここに参加してくださいました。海外からアーティストが来てコラボレーションをしてくださいました。これはコラボレーションにとどまらず、先ほど申し上げたファミリーとなったわけです。日本のアーティストの皆さん、日本とポルトガルのアーティストの共同がありました。これはその一例です。マルボルトもやっていますし、でポルトガルの映画監督が来て、私たちの新しい作品を発表してくれました。アキコ・イズマキさん、その他の方、ジャンヌ・コダ、ピーター・ギノエさんでしょうか、なども東京に来ました。近藤哲夫さん、これ若い建築士なんですが、ギマラインスの同僚とワークショップをしてくれました。ペシャクシャナイトというのもありました。東京とギマラインスでそれぞれの都市の関連性などについて語り合ったほか、福島のも参加してくれています。今年もいろんなことをやっていくつもりであります。何かを一緒にやるということです。若い人々にも新しい経験をしてほしいなと思っています。合唱団がギマラインスに来てポルトガル人と一緒に歌を歌いました。それからジョセ・カレラなどがコラボで合同のステージをしてくださいました。学校に行って、この分野でどういったことができるのかといったことを説明したり、これらがここ数日間で非常に大きな成果を上げています。この
アーティストだけではなく、若者だけではなく、そして都市間、団体間、組織間などでの共同なども進んでおります。 EU ジャパンフェストの皆さん方からもいろいろと教えていただき、また私たちのやっていることについても共有させていただいております。最後になりますが、1年後どうなるかということですが、忘れられない1年となりました。私たちにとってこのプロジェクトは非常に大きなものとなりましたし、2000以上のイベントがこの小さな町で1年間に行われ、5万人の市民がこれをステージとし参加することができました。そして200万人が世界中から来てくださいました。そして2万5000人以上のアーティストが公式非公式なイベントに参加してくださいました。アーティストが人々のアパートで楽器を弾いたりするようなイベントもありました。現在この影響調査を行っております。ギマラインスの市民の9割が良い町になったと答えています。当初彼らは少し腰が引けているところがありましたが、その成果については非常に満足をしている。9割がこの町に住めて嬉しいと言っています。住むだけではなく働き学び、そしてより良い将来を作っていくのに良い場所だと答えてくれています。皆様が本日はこの話を聞いてくださいましてありがとうございました。まず今日このような場をいただきまして非常に嬉しく思っております。EU ローハウス、そしてまた EU ジャパンフェストにこのような会を設けていただいたことに対して感謝を申し上げます。私の方からマルセイユ2013ということでプレゼンテーションしてまいります。ちょうどこの2013年を始めたところで、ちょうど1ヶ月前に活動を始めたところであります。まず最初にマルセイユはどこにあるのかということでありますけれども、これはフランス第2の都市であります。そして80万人の人口がありまして、そして地中海の沿岸に位置しております。ご覧いただきます通りということで、私どもは特にヨーロッパとそして地中海の関係、またアフリカ、そしてまあそういった意味ではその国際的なプログラムというものを視野に入れた上での活動を行っております。こちらがマルセイユの写真です。こちらは、まず右側が古い、そしてまた右側が新しい公園でございまして、今産業経済活動に使われているところであります。ここ30年間非常に大きな変貌を遂げてきた都市でもあります。新しい投資も随分と行われました。そしてまた経済の体制も随分と変わってまいりました。そしてこのマルセイユ・プロヴァンスのプロジェクトは2013年この欧州文化首都ということで行っておりますけれども、この変化、この都市の変貌、また都市のイメージ、この地域のイメージの変貌というところをテーマにしております。またマルセイユだけで実は行っているわけではございません。一番最初から2006年から私どもは、実はマルセイユの市長が決めたことなんですけれども、あくまでもマルセイユ市だけではなく、これは首都部を対象として行っていくということで決定がされております。ですからこの首都圏を対象にしているということが非常に重要なポイントになります。そしてまたこのマルセイユということを考えた場合、日本の方々はそれほど多様性があるのかと思われるかもしれませんが、実は非常に多様性のある都市、またその周辺地域であります。ではいくつかこのプロジェクトに関して数字を見ていきたいと思います。申し上げました通り、マルセイユ市だけではなく、この周辺も含めますと200万人の住民がおります。そしてこのマルセイユプロジェクトですけれども、これはただ単にプログラムをやっていくということだけではなく、後ほどご紹介していきたいと思いますけれども、非常に大規模な投資も行っていきます。今回、マルセイユプロヴァンスとしてこのチャンスを得て、この地域をガラッと変えていきたいと考えています。後ほど事例をお話しいたします。それからプログラムの予算でありますけれども、
こちらに関しては非常に大きなものがございまして、よく5年間で約1億ユーロということで非常に大きな投資をすることになります。先ほど申し上げましたけれども、この資金 70% は自治体からいただいております。そして 15% が民間からの資金となっております。私どものプレジデントジャック・フィスターも来ておりますけれども、商工会議所の会長を務めております。やはり民間とのつながりが非常に重要です。だからこそこの EU ジャパンフェストにも関わっているということがあります。民間をいかに取り込んでいくのか、それが鍵であります。そしてまだ現段階では具体的なインパクトを語るのは時期尚早であります。というのも1月の半ばに始めたばかりですから、まだ1ヶ月半ほどしか経っておりません。しかしながらこちらが私どもの目標であります。まず観光客の数を1000万、これは 20% 増を見込んでおります。そして10億ユーロの回収を見込んでおります。そしてこの地域の外からのそのイメージというものを変えていきたいと思います。この悪いイメージというものを払拭していきたいと考えております。これが非常に重要なターゲットであります。そしてこの1月の頭でありますが、マルセイユというのはもうすでにニューヨークタイムズですとか、まあそういったところで2013年の重要な、あるいは人気のある行きたい場所ということで、リオデジャネイロについて第2位の訪れたい場所に選ばれております。そして私ども2008年に欧州文化首都として選ばれました。そして一番その当初の段階から、先ほどジャック・フィスタ、あるいは先ほどのマリボロ、そしてギラマン S からのプレゼンテーションでもありました通り、私どもはこの地域に対しての本当の意味でのプロジェクトに取り組んでいきたいと考えています。ということで一番最初の段階からかなりの投資をしておりますし、例えばこちらはフランスの状況でありますけれども、こちらは隈研吾さんに作っていただいたものであります。これはこのコンテンポラリーアートの新しいアートセンターでありまして、3月22日に開くことになっております。そして他にも投資を行っております。まずこの上の写真ですけれども、これはヨーロッパと地中海の文明博物館であります。実はパリ以外での初めての国立博物館でありまして、6月に開館いたします。そしてその他にも新しい文化場がどんどんと作られております。そして国としてもまた自治体としてもこの機会に新しいものを立ち上げていき、そしてもっとシンボリックなものを今まであった古いものを取り壊して作っていきたいと考えています。そしてまたこちらでありますけれども、これも重要なまたシンボルとなるようなものであります。これは都市と港湾部のシンボルになりますけれども、これは実はフェリーが発着する、例えばアルジェリア、あるいはチュニジアに向かってフェリーが発着する国際旅客ターミナルであります。そしてこの一部で展示会もしていく予定であります。ただ単に展示会の場所ということではなく、またさらには家族の方、あるいは市民の方々が来ていただいて、そして楽しんでいただいたり、あるいは非常に例えば地中海に関しての大きな展示をしますので、どういった歴史があったのかということを学んでいただければにしていきたいと思います。また他にも例えば子ども用のスペースというものもあります。ですから例えば展示会を見るのに家族の方であればお子さんを連れてきていただけるようになっております。また大きな書店もあります。多くの方々も本当に毎日毎日来てくださっておりますし、また週末はごった返しているようなにぎわいぶりです。また2008年からもちろん投資も行いました。もちろんただその他にアーティスト、そして海外からもアーティストを招致する必要があると、そしてレジデンスプログラムをやっていただく必要がある。そしてまあそれをある意味ではアーティスト間のウイルスとして広めてもらいたい、そして社会のあらゆるところにくまなく広げてほしいと考えました。ということでこれはフランスの財団の新しい
ヌーボーコモンディテという新しいパターンというものなんですけれども、川本さんにも来ていただきました。ちょうど今ですね、この湿地でありますけれども、オープンしているところでありまして、この新しいこのプロジェクトも今始まったところであります。こういったさまざまなプログラムを行っておりまして、またこのヨーロ欧州地中海アトリエというものもあります。考え方としてはこのレジデンスとしてアーティストの方々に来ています。まあ、通常アーティストの方々はアートセンターに行くわけですけれども、ただただ単にアートセンターにいるアーティストではなくて、やはりその場にしっかりと腰を据えて組織の中に帰属をしてこの活動をしてもらいたいということで、会社であったり病院であったり、あるいは自治体であったり、そういったところの組織の中に入ってもらって、そしてそこでレジデンスのプログラムをやってもらうということになっています。例えばこちらの場合ですと、銅を使っています。エジプトのアーティストでいらっしゃいますショーキーさんですけれども、彼は8ヶ月レジデンスプログラムを行なさいました。マルセイユの方で、こちらがドキュメンタ、これはドイツなんですけれども、ドイツでこのマルセイユで作ったこの作品を発表なさいました。そしてドキュメンタの中で最も高い評価を得たものの一つになりました。こちらがプログラムでありますけれども、1年間を3つに分けております。さまざまな文化組織、この地域の文化組織、例えばフェスティバル、あるいは展示会、あるいはその劇場などと協力をしています。例えばサーカスがあったり、コンテンポラリーダンスがあったり、あるいはその地中海のシアターがあったり、いろいろな、それから展示会なども企画として持っております。こちらがオープニングです。1月の半ばの開幕式です。これは草間彌生さん、もうおそらく皆さんもパッと見てご覧になってられたと思いますけれども、これはエクス・アン・プロヴァンスというマルセイユの中にあります非常に大きな都市でありますが、あるいは町でありますが、この目抜き通りで非常に大きな成功を収めました。ではここで開幕式の状況を少しだけご覧入れたいと思います。
素晴らしかったですね。これだけの人がこのマルセイユの町に、この40万人の方々がこの土曜日の夜にこの繰り出すというのは本当に今までないことで、素晴らしい雰囲気でした。アーティストの方々もいろいろなところで、本当にマルセイユのど真ん中でいろいろなところでいろいろな提案をしていらっしゃいました。どこか一箇所で誰かやっているというわけではなくて、いろいろな種類のアーティストの方々がいろいろなものを見せてくださいました。そしてこの2週、2日間で、60万人以上の方々がいろいろなイベントにご参加くださいました。もちろんすべてを今日は1年分お話しすることはできませんけれども、ただかなり私どもパンフレットもたくさん持ってまいりました。そこでは英語とフランス語両方でこのプログラムの全容を見ていただけるようになっておりますので、ご関心のある方は後ろでそのパンフレットをお持ち帰りいただければと思いますけれども、いくつか今年の目玉ということでご紹介をしていきたいと思います。もちろん私ども展示会かなりございまして、今までの伝統あるいはその美術ということで、その中でもやはり目玉になりますのが、非常に有名な画家がこちらの地域に来ておりますので、18世紀から20世紀の半ばまで、例えばゴッホ、ピカソ、セザンヌ、こういったところの人たちが来ていますので、6月から10月までこういった画家を対象にした展示会をすることになっております。それからコンテンポラリーアートに関しても、ヨーロッパそして地中海をテーマとして、例えばこちらのパレスチナのアーティストでありますけれども、新しい展示会をしています。それから非常に大きなプログラムという意味では演劇もございます。私どもいろいろなフェスティバルもございますし、それからオペラあるいはその詩などに関しても7月に特化したものもございます。それからこちらに関してはサーカスで、ちょうどこれは終えたばかりのものです。それからその他にもたくさんの内容の濃いものがございます。またこの機会に、非常にこれは稀な機会ですので、この欧州文化首都ということでいろいろなプログラムをやってみようということにいたしました。そしてもっとアートと、そしてまた公共空間あるいはアートと自然との関係を見ていこうということで、例えばこちらは360キロにわたりますハイキングで、これはマルセイユプロヴァンス全体を通っているものでありまして、これはアーティストの方々に集団で作ってもらいました。特に都市あるいは郊外における道の設計に秀でた方々に作っていただきましたけれども、2013年には公式のハイキングパスということで国際連盟の方からも認められるものになります。こちらは3月末にオープニングの予定であります。その他にもいろいろなものが具体的にございまして、例えばデサント、こちらの会社では馬あと、そして劇場に特化をしておりまして、3週間にわたってのイベントを行うことになります。そして観客の方々に参加していただいて、体験型でマルセイユプロヴァンス地域を体験してもらおうということで、ハイキングをするといいますか、乗馬をしていただいて、そして毎晩イベントを展開していきます。特にモロッコ、そしてまたイタリアの会社に協力をしていただきまして、5月6月このイベントを行ってまいります。それからこれが最後になりますけれども、このプロジェクトは EU ジャパンフェストと協力をして行っているものです。これはやはりこの協力なしにはなし得ることができなかったものでありますけれども、この稲作を、田んぼを持っていくということで、この田んぼアートを行っていきます。私ども今いろいろな方々、日本の方々と協力をして、この田んぼアートを釜具に持ってくるという取り組みを行っております。フランスの人にとってはこの絵を見るということ、
このこと自体が非常に大きな感動につながると思います。皆さんも本当にありがとうございます。ぜひ皆様、お時間を送りやすの上マルセイユまで来ていただきたいと思います。そして、EU ジャパンフェストのおかげで、日本ともこのような、日本にこのような場を設けていただいて非常に嬉しく思っております。どうもありがとうございました。Your Excellencies. 皆様、ご参会の皆様、コック EU ジャパンフェストのファミリーの皆様、まず最初に御礼を申し上げたいと思います。今日私のお話をさせていただき、またヤコブ・ウィルグ氏がプロジェクト開発並びに国際協力の責任を果たしていますが、お二人で寄せていただきありがとうございました。私、先ほどのお話とも共通することですが、この町の名前の発音がなかなか難しいというのは、先ほどのプロジェクトの方と同じです。コシチエという町でございますが、2013年以降はぜひともコシチエを発音できるようになってほしいなと思っております。そして私たちの町を今までの工業都市から新しいクリエイティブな大学都市へと変換させたいと思っています。今のところ個室へのナンバーワンのセクターが工業、そして第2が IT 分野です。私たちは一生懸命頑張っております。2013年以降は第1セクターがクリエイティブ経済、クリエイティブセクターになっていてほしいなと思っています。それでは個室への、観光地としての魅力をご覧いただくビデオをお見せしたいと思います。コシチエというのはスロバキア共和国第二の都市で、国の東側にございます。そして2つ目のビデオでは、私たちのプロジェクトのメインゴールと戦略についてご紹介するものです。ご覧ください。
というわけで、このプロジェクトの非常に重要な部分は、投資プロジェクトの中でも文化インフラ、そしてスロバキア共和国の歴史に対する投資でした。この資金調達、この8割は EU の構造基金、そして残りがスロバキアの文化省でした。では投資プロジェクトのアニメーションのフィルムを見ていただきたいと思います。重ね空都公園のものです。これは以前陸軍のバラックであったところを新しいコンテンポラリー文化センターへと作り変えたものです。Kasárne Kultúr Park sú novodobým typom kultúrnej inštitúcie, ktorá poskytne priestor pre tvorbu a prezentáciu súčasnej kultúry a umenia. Zároveň sú jedným z najväčších investičných zámerov projektu Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013. Tento zámer predstavuje revitalizáciu rozsiahleho areálu s historickým parkom a komplexom vojenských budov z konca 19. storočia. Po rekonštrukcii vytvoria v blízkosti historického centra mesta novú kreatívnu, vzdelávaciu a oddychovú zónu Košíc. Jasná organizácia, geometria, konštrukcia a proporcia budov, ktorá rešpektuje pôvodné objekty i stromy v parku, odráža striktnú povahu vojenského komplexu. Charakter areálu sa premietol aj do spôsobu označovania budov, a to znakmi vojenskej abecedy. Centrálna budova Alfa bude slúžiť ako kultúrne centrum s kaviarňou. Trojpodlažný objekt ponúkne multifunkčné haly, výstavné priestory, audio a video štúdia, ale aj administratívne priestory a zázemie pre účinkujúcich. Veľkorysá platforma na severnej strane výstavnej sály umožní príležitostné prepojenie exteriéru s interiérom. Centrum podpory kultúry a kreativity Bravo je určené pre miestnych aj zahraničných umelcov. Budova so štyrmi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným poskytne začínajúcim kreatívcom ateliéry, dielne, štúdia a učebne. Jeho súčasťou bude aj Dom autentickej kultúry zameraný na etnografický výskum a školu ľudového tanca. Charlie je výsledkom aktívnej spolupráce Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Slovenskej akadémie vied a Technickej univerzity v Košiciach s garantom stálej expozície, hutnickou spoločnosťou US Steel Košice. Vytvorí sa multimediálne a interaktívne centrum Steel Park, kreatívna fabrika, ktoré bude demonštrovať výrobu ocele. Vizuálne zaujímavým a flexibilným bodom v areáli sa stane informačná pergola označená Yankee. Jej základnou úlohou je poskytovať informácie návštevníkom o pripravovaných podujatiach. Jej konštrukcia bude zároveň nosičom pre textilné plochy s potlačou, ktoré okrem reklamnej funkcie najmä v letnom období zabezpečia tieň pre návštevníkov. Menšie workshopové pavilóny Echo, Foxtrot a Oscar budú slúžiť najmä rôznym komunitným aktivitám. Sú rozmiestnené medzi zelenou v parku a vďaka preskleným stenám vytvárajú pocit priamého styku s prírodou. V areáli sa nachádzajú aj multifunkčné pódia, ktoré bude možné využiť pre rozsaho menšie umelecké, zábavné či športové aktivity. Rýchlu orientáciu v kasárniach Kultúrparku zabezpečí navigačný prvok Zulu. Z tohto bodu budú viditeľné označenia takmer všetkých budov v areáli.
この2本目は非常に重要なものでした。というのもコンサーレとしてスロバキアで初めてのものになるからです。Stará krytá plaváreň patrí k architektonicky najhodnotnejším budovám, ktoré boli v Košiciach vybudované na prelome 50. a 60. rokov. Z nefunkčnej plavárne vznikne vďaka projektu Moderný kultúrny a výstavný priestor Kunsthalle. Projekt rekonštrukcie rieši vytvorenie Kunsthalle bez zbierkovej činnosti a z pohľadu zamerania určeného najmä pre inštalácie medzinárodných výstav vizuálneho umenia, umeleckých objektov a nových médií. Zachovaním prvku vody a jeho začlenením do novej funkcie stavby vznikne priestor s unikátnou atmosférou. Hlavný priestor Kunsthalle poskytne výstavný priestor, ktorý svojou rozlohou a výškou nemá v Košiciach obdobu. Výrazným spôsobom podporí vznik a prezentáciu nových originálnych foriem umenia bez podobnej možnosti prezentovať ich na inom mieste v Košiciach alebo na Slovensku. Projekt počíta aj s vytvorením zázemia pre catering počas organizovania podujatí. Objekt starej krytej plavárne je riešený ako jediná prevádzka, multifunkčné kultúrne centrum s viacerými priestormi. Tie bude možné využívať ako komplex prepojených priestorov, ako aj oddelenie pre samostatné akcie prebiehajúce súčasne. Pri vytvorení funkčného celku Kunsthalle autori projektu kládli dôraz na celoročnú využiteľnosť areálu, maximálne využitie existujúcich zdrojov a dosiahnutie európskeho štandardu všetkých súvisiacich služieb. Denná kapacita objektu bude v zime 500 a v letnom období až 1000 návštevníkov. で最後のやつですが、このビデオはスロバキア映画祭に関するもので、これも3つ目のとても重要なプロジェクトとなります。これはスポーツに関するプレゼンテーションで、証券所の、改築に関するものです。Jednou z hlavných priorít Košíc ako Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 je projekt SPOC, ktorého základnou myšlienkou je šírenie kultúry z centra mesta do jeho okrajových častí. Prezentácia kultúry, organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, komunitný rozvoj aj rozvoj lokálnej kultúry sa tak sústredí do zrekonštruovaných objektov výmenníkových staníc. Tie sa nachádzajú na sídliskách štyroch najväčších košických mestských častí. Boli postavené v 60. a 70. rokoch minulého storočia ako súčasť sídliskovej infraštruktúry a slúžili na distribúciu tepla pre bytové domy. S rozvojom technológií postupne dochádzalo k ich uvoľňovaniu a dnes sú to nevyužívané priestory. V rámci projektu SPOC bude zrekonštruovaných 5 výmenníkových staníc na uliciach Ľudová, Brigádnická, Bažecká, Štítová a Wuppertalská. Program komunitného rozvoja, ktorý prináša projekt SPOC, vytvára podmienky pre sebarealizáciu a zapájanie sa obyvateľov do spolupráce s lokálnymi občianskymi združeniami, samosprávou a umelcami. Podporuje aktivity, ktoré znižujú mieru anonymity na sídliskách, prispievajú k zvýšeniu občianskej participácie a budovaniu komunitnej solidarity.
technické riešenie rekonštrukcie výmenníkov je naplánované tak, aby v plnej miere zodpovedalo požiadavkám ich budúceho využitia. Vo výmenníkoch Važecká a Vupertálska ostanú hlavné objekty na štvorcovom pôdoryse zachované, budú však doplnené strešnou terasou s multifunkčným využitím. Dominantou každého objektu bude multifunkčný priestor, určený pre rôzne druhy spoločensko-kultúrnych aktivít. Všetky objekty sú riešené s ohľadom na osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Súčasťou rekonštrukcie sú aj terénne a sadové úpravy okolia. Vo všetkých výmenníkových staniciach budú nevyhnutné technológie minimalizované a ostanú iba vo vyhradených častiach objektu. So thank you very much for ありがとうございました。皆様こんにちは。欧州文化首都のお友達の皆様どうもありがとうございます。私はまだ市長ではございませんで、また市長になるつもりもございません。もしかしたら将来的になるかもしれませんけれども、ただ私はプログラムディレクターであります。まず私の方からリガに関して少しお話をしていきたいと思います。何を企画しているのか、ということで、まず市長の方からぜひ皆様に来ていただきたいということで、市長はリガで皆様をお迎えしたいということであります。ではリガはどこにあるのでしょうか。実は皆様にぜひ見ていていただきたいということで、またリガにおります同僚もぜひ皆さんに来ていただきたいと思っているんですが、こちらです。こちらが私どもが拠点を置いているところです。私では皆様お茶を用意してお待ちしたいと思います。実はたったここからも8008キロですから、そんな遠くないですよね。そして長い間私どもは極東、そして西のまつわるところであり、また南北の交差点でもありました。私たちは地理的にバルト海、スウェーデンというのも2014年にこの首都になっておりますけれども、非常に近いところにあります。この海音も近いところにあります。もちろん冬は非常に雪も積もりますけれども、夏はこのような素晴らしい状況であります。そしてリガに来ていただけますと、このような景色を楽しんでいただくことができます。ラトビアの大使が今日来ておりますけれども、彼はランニングをするんですが、東京マラソンにも参加をしたということで、実はリガマラソンにも参加をする予定であります。2014年、まさにこの今この上から見ておりますこの道路でありますが、こちらにマラソンランナーが走るということになります。ぜひ皆様まだ時間がありますので、どうぞご準備をいただいてご参加いただきたいと思います。それからハーフマラソンもございますし、それから5キロの枠もございます。例えばご家族といらっしゃるのも素晴らしいのではないでしょうか。つまり私どもこの文化というものを非常に広い枠で考えています。ぜひ皆様に参加していただきたいと思います。 Yes. はい、非常に明るい音楽が流れてきました。そしてこの音楽からは私たちのストーリーというものが伝わってくるんですが、まずスライドを使っていきながらお話をしていきたいと思います。これは新しいインフラで、今、このダウ川のすぐ横に建てておりますインフラであります。このラトビアでありますけれども、これは光の町というふうに言われています。なぜラトビアが光なのかということでありますけれども、私たちは
本を読むのが大好きなんです。ということで、2014年にはラトビアの国立図書館の新しいビルが竣工する予定であります。これ非常に素晴らしい建物になります。そしてまた誰もが実際に見ることができる象徴的な建物になっております。そして私たちは本また人の手をつないで、そして人の手で古い建物から新しい建物へと図書館の本を移してもらおうと考えています。こういったもの今までどこでも行われていないと思います。そういったものを2014年の1月に行う予定であります。またラトビアというのは歌が上手な人たちが多いということでも知られています。なぜか私たちはたくさん歌うんです。まあ、少なくとも140年間、つまりこの書籍にある通り、ラトビアの歌とダンスのフェスティバルというもの、これがその140年の歴史を持っています。つまりこれは歌のオリンピックなんです。つまりいろいろな国の方々がリルガにいらして、これは5年に1回開催されるんですが、そこでこの大きな聖歌隊を、あるいは合唱団を作って、そして1万5000人の方々が一斉に歌うんです。想像してみてください。皆さんがこの大きな合唱団の一員である。そしてそこに集まっている人たちはいろいろな国の人たちです。そしてそこで何をするかというと、一人の指揮者がいります。まあ、もしかするとそれが私なのかもしれません。ただ今度合唱団は8つの音階で歌います。つまり1万5000人の人たちが集まって、一人の指揮者のもとで例えばアカペラをすることもあります。全く楽器を使わないで歌うこともあります。これは本当に素晴らしいラトビア人のクリエイティビティを発揮する場でもあります。もちろん例えば警察だったり学者だったり子どもたちだったり学者だったり学生だったり、まあ、いろいろな人たち、また普通の人たちが集まっているんですけれども、歌を歌うということは私にとって非常に重要なことです。まあ、だからこそということなんでしょうか。私どもはこのワールドクワイアーゲームというものを私どものこのリガで主催しております。少しイメージをつかんでいただくために、この国の歌とダンスのフェスティバルとともに少し見ていただきたいと思います。このワールドクワイアーゲームに対して、これはタゴールというインドの詩人、そしてラトビアの非常に若いエシスワルトという作曲家がいますけれども、そしてまた若く非常に有名なインタルブサリストというそのジャズ歌手がいますけれども、が協力をして新しいその歌も作っています。2014年にはたくさんのイベントを企画しておりますが、ただ今日はたくさんの時間をいただいて全てお見せすることはいたしません。ぜひ皆様来ていただいて、ご自分の目で見ていただきたいと思います。ただまずビデオからいくつかイメージをお伝えするためにお示ししていきたいと思います。まず夏至でありますけれども、夏至ということは、特別なビールもありますし、またラトビアの名物料理もあります。そしてそこで歌うということもあるんですが、そこで自然の中に入っていき、そこでその火を囲んで、あるいは焚き木を囲んで、やはりこのラトビア人というのはその夏至の時に歌を歌ったり、あるいはダンスをしたりということをします。ということでそのようなイベントもあります。そしてこのヨーロッパ、そして世界全体に対してこの夏至のイベントというものをやっていきたいと思います。そしてオペラ劇場もあります。実はこの音楽界には、ラトビア、そしてリガ出身の人たちがたくさんいまして、7月の半ばにリガの方に来ていただければ、そういった方々の講演もお楽しみいただけます。もちろん他に2014年に考えていることがあります。例えばライトフェスティバル、これはヨーロッパ北部の最大規模を誇るものであります。そして5つの博物館がございますけれども、もしかすると私たちの通貨がユーロの元だったのかもしれません。もともと私たちは金はありませんでしたけれども、琥珀を持っていました。バルト海の沿岸に行きますと、まだ琥珀は今でも見つけることができるぐらいです。この琥珀ロード、アンバーロードというのは、これはバルト海と、そして地中海、そしてまたイスタンブールというのはシルクロードともつながっていましたから、ですから私たちはただ単に
この交易ルートとしてその琥珀を交易する中でいろんなところとつながっていました。そしてまたこのシンボルという意味でも極東から地中海、そしてまた他のヨーロッパ諸国へと私たちが橋渡しの役割をしているんだ、つまり文化の通貨が私どもなんだということをイメージとして伝えていきたいと考えています。それから日本の方もこの方々はリガ生まれではありません。しかしながらリガに来ていただいてこのワールドクワイアゲームに関しても日本の太鼓を披露していただくということを今議論しています。それから他にも今アーティストの方々と話をしていてご招待する予定であります。そしてもしかすると今日もいらっしゃるかもしれませんけれども、リガでプロジェクトをやりたいという方々にこれからさらに接触していきたいと考えています。そしてこちらを見ていただければもっと情報が載っておりますけれども、新しいこのワールドクワイアゲームのテーマ曲をお聞きいただきたいと思います。それからラトビアの国の歌とそしてダンスのフェスティバルの様子も少しご覧入れたいと思います。Of mine will carry your sight into the heart of things, like a fateful star in the dark night. Over your road, my song will be.Like a pair of white wings to your dreams, like the fond arms of love, it will wind its music around you, around you.Around you with its strength. When you are alone, it will stay by your side like a faithful star.Bye.
Thank you very much, Ms. ローゼンバーガーさん、ありがとうございました。アートディレクターのフレドリック・リンデグレン氏です。How do you feel? ご機嫌いかがですか？よろしいですか？ Love energy. 元気ですか？ Good to see you all. 皆さんにお会いできて嬉しく思います。プレゼンテーションをさせていただきました。ありがとうございます。フレドリック・リンデグレンと申します。ウメアのアートディレクターをしております。プレゼンテーションをさせていただきます。私がお話をさせていただいて、アニカ・レヴィンもお話をさせていただきますが、まずは市長をお招きしたいと思います。マリー・ルイーズ・ロンマーク市長です。Thank you. And thank you, the European House. ありがとうございます。ヨーロッパハウス、EU、中日、ジャパンフェスト、そして、コーギ様、お招きありがとうございました。これがウメアのマップでしょうか？いや、違います。これはスウェーデンの、地図です。私の体がですね。で、このマップを見ていただいて、スウェーデンのマップを見ていただくと、どこに心情があるか。それが私たちの町、ウメアの町でございます。皆さん、この発音のことについて困っているというようなお話をなさっていました。私の発音を聞かせて差し上げましょう。You と Me が合わさって夢あでございます。そうです。これで発音を覚えていただけたでしょうか。こちらが梅屋です。これがヨーロッパハウスのノルディック国であります。このようにして地図を見ることだって可能です。この向きで見ることも可能なわけです。逆さにしてみますと、こちらに日本がございます。日本があるのはこちらの方向です。グローバルな社会において共同しなければいけない。なので本日はこの場に来させていただきました。では文化とは何でしょうか。文化とは原動力です。人を、人材を育て、町を構築し、ビジネスを発展させ、イノベーションを起こす原動力です。そして生活様式を向上していく原動力でもあります。ですので、良いライフスタイルを作っていくときには、文化のないリスクを考えていかねばなりません。というのも、文化がなければ私たちにとって、あなたにとっても非常に厳しい状況となってしまうからです。だから、文化を第一に据えて街づくりをしていく必要があります。それが原動力なのです。ヨーロッパでいろいろな委員会に座っていますが、将来について語っていくこと、将来が明るいということを私たち共に分かち合っていかねばなりません。それができないといけないのです。だから文化が大切なのです。これが私たちの町の一部です。これは、アート・オブ・キャンパスであります。インダストリアル・デザイン、それから建築、コンテンポラリー・アート、ニューテク、ハイテクを一緒に教える芸術大学のキャンパスです。これが文化ウェーブであります。新しいことを一緒に考えていかねばなりません。家の外で何が起こっているか、これも文化の一部であります。これができるかどうか、もうぜひこの、欧州文化首都の一部と皆さんがなってくだされば実現できると思います。これは1年間のプロジェクトで、まずは1月から始まります。まあ、それについて2月に、そして3月と、いやそうではなく、もう少しシンプルに話をしましょう。私たち8つのシーズンに分けて行います。なぜこれを8つに分けたのか。この北欧においてシーズンというのは非常に
異なります。春が短いけれども、春の前には冬から春に変わる時期があります。夏で、この夏というのは白夜であります。このプログラムを4分間でハイライトをご紹介したいと思います。ぜひこのプレゼンを聞いてすぐに予約を入れていただければと思います。では始めましょう。これが初めのシーズン、タルビアと呼ばれます。サミ語でタルビアと言って、これは世話をする季節という意味を持っています。こちらスウェーデン語なんですが、一つ一つご説明しましょう。ちょっと見えやすくしたいかと思います。非常に重要なことなので。このプログラムをご覧いただきますと、一番最初にあるのはオープニングウィークエンドです。このオープニングのウィークエンドは、やり方はマルセイユのやり方と似ていて、オープンシティ方式を取ります。1月はヨーロッパの中でも私たちの町が一番寒いですので、暖かい格好をしてお越しください。で、これですね、ちょっと字が小さいので見えやすくいたしましょう。いかがでしょうか。このようにすると見えやすいでしょうか。 Your Project と書いてあります。ウェブサイトに行って、ぜひあなたのプロジェクトを足していただきたいと思います。で、それが次のシーズンへとつながります。28日が昨日で、今日が3月1日ですから、この3月1日がいわゆる冬春のという季節の始まりです。これは1週間コンテンポラリーのサミーアートのエキシビションを行います。手工芸、そしてまた音楽、舞踊など、さまざまなプロジェクトが組まれています。そして次のシーズン、4月の終わりで春になります。これは、再起の季節です。暖かい幸せな季節であります。それをラトビアのインタルカという写真家とそれを共に祝います。そしてノーザンパッションというシアターの制作物もあります。文化イブニングというものもあります。これは非常に大きなイベントで、たくさんの人が町に来てくれています。夏になりました。6月の20日の週というのはミッドサマーナイトを行います。このミッドサマーナイトというのは、いろいろなことが起きます。信じてください。だからウメアにたくさんの人が夏の季節にやってくるわけです。ではこれをスタジアムミュージック、これが私のおすすめで、コンテンポラリーミュージックを聴いていただきます。ベルリンのデビッド・マルスが作曲をします。これは競争中のアスリートが飛んだり跳ねたりする、1時間マイクをつけて運動をした時に出る音でスタジアムミュージックを作ります。それをサンプリングして、それをオーディエンスの皆様に配信するというものです。夏はクレイジーな時期です。絶対に日が沈まないわけですから。で、バンカ、非常に大きなエレクトラという屋外オペラが行われます。主要なクレーンや大きな人形などを使った素晴らしいオペラになる予定です。それからオープンソースフェスティバルも行われます。世界のクラウドファンディングでその資金調達をしようと思っています。ということから、それについてわからないうちに、まずお金を出すというか、チケットを買っていただく。すでに6500人がすでにそのチケットを買ってくださっています。で、これを行うことによって、いろいろな意見を出したりとか、その資金を提供するのに合わせて皆さんに参加をしていただくことができるようになります。なので、ぜひチケットを買ってください。そして収穫の時期、
8月の終わりですが、リーガなどとサバイバルキットですとか、ニュー新しいサーカスフェスティバル、それからファッションウィークなども開催されます。ファッションが素晴らしい場所としては東京がありますので、こちらの方にも来なければなりません。私などは一世三宅の大ファンですので、でこれは非常に面白い場所です。リアインターナショナルです。音楽とか新しい先住民の形の先住民の音楽を提供するイベントです。で、年末マリー・ルイさんも言っていましたように、大きな投資、文化構築、そして1万5000平方メートルでオープンハウスを共同制作します。オスロの有名な建築家が現在それを準備してくれています。それが私たちの年末であります。8つのシーズンに分けて今私たち準備しているところであります。皆さん方にも参加していた広報がたくさんあります。ではアニカさんにより詳しくお話をしていただきましょう。 Can you imagine? Hello. こんにちは、アニカと申します。こんばんは。こういった人々と、まあ、フレデリックは、俳優さんでもあるんですけれども、だからこそあのように元気にプレゼンをしてくださいました。私たちの、市長は福島市の名誉市民でもありますので、今後福島の皆さんといろいろとやらせていただくのを楽しみにしております。これこういったことがやりたいなと思っております。今週 EU ジャパンフェストの事務局長でいらっしゃいます、古賀さんのお嬢様にお会いすることができました。よしこさんが他の若いアーティストなどとやっとのコラボを推進してくださっています。草間彌生ですね。私は EU ジャパンフェストに1995年でにお仕事をさせていただきました。小木さんと小木さんのチームとストックホルムが、これは98年の欧州文化首都になった時のことでしたが、その時もいろいろと協力をさせていただきまして、今回は北欧の中でも北端の欧州文化首都として私たちはイベントを計画しております。写真などとも共同し、新しい国立ドキュメンタリー写真博物館を2014年の初めに開館いたします。このインスピレーションは有名なスナ・ヨンソンという写真家からインスピレーションを得たものです。日本のコンテンポラリースタイルと日本の伝統を結びつけるようなものなどについても見せていけたらいいなと思っておりますし、来年の初めにぜひ梅尾に来ていただきたいなと思っております。ありがとうございました。というわけで久下さん、これHe don't know. 何をしたらいいのか戸惑っていらっしゃるようですが、食べませんから近寄ってください。では非常に大きなコックファミリーをぜひご紹介したいと思いますので、コックファミリーの皆さんぜひ壇上に上がってください。私たちが一緒にどんなことをしているのか見ていただきましょう。じゃあ小木さんが真ん中で、まあ中心的人物でありますので、ステージに登りたいと思います。非常に大きな拍手を送りたいと思います。And we are very happy.一緒にクッキーさんとファミリーを形成できることを非常に嬉しく思っております。
中前タク。それからヨーロッパと日本の架け橋でいてくださってありがとうございます。いろいろ日本と交流をさせていただき、私どもだけではなく過去エコック、そしてまた今後の将来の欧州文化首都との交流の場となっていただいていることに、この場を借りて御礼を申し上げたいと思います。